報告？当然でしょ。Thank you.
まだまだ学ぶことは多い。これが指導の成果ですか。最後まで飽きなきゃいい。ちょっと見また頼む。狙い。また。あん。おかげ。
無念。先生、ごし、先生、任務。戦場で学ぶことも多い。私、連達の息。狙いどころはこの辺か。あら、ありがとうございます。フレンはまだ見つかっていないようね。一体何があったというのかしら。おい、来てくれ。イエリッツァ先生の部屋から女性の悲鳴が聞こえたんだ。イエリッツァ？仮面の武術師範じゃな。いかにも怪しげだったが、急ぎ向かえ。イエリッツァ殿、いらっしゃいますか？不在のようですな。ん？あそこに倒れているのはマヌエラ殿。
え、意識を失っている。何者かに襲われたのね。彼女の手を見てください。何かを指し示しているようで。あれは、あの棚の後ろ穴が開いているわ。もしかして隠し通路。あ、マヌエラ君ではないか。これは何があったというのだ。それが私たちにも。すぐに医務室に運びましょう。ああ、そうだ、早くしなければ。手伝いたまえ。わかりました。頭の方は私が。運び次第戻ってくるから。先生、任せたわよ。犯人はやっぱりイエリッツァ先生なのか。もしかしてフレンをさらったのも。まず調べるべきはそこの隠し通路ですな。どうしますかな、先生。そうですな、中に犯人が隠れているやもしれません。よし、突撃で決まりだな。待ってろよ、凶悪犯。さあ先生、行くとしますか。地下にこんな部屋が。うん、また人が倒れているようです。先生、どう見ても女性に見えますが。しかも二人いますな。おい、誰か来たぞ。あの鎌と仮面、性病で戦ったやつだ。貴様、あの剣も。死ぬは俺か、貴様か。地獄の舞踏を楽しもう。行く。
まだ命あることを祈って死神騎士からフレンドのを取り返しますか。そこの床どうも怪しいですな。踏むと何やら起こるやもしれません。上がるより緊張するわね。先生、奇襲有利思います。焦らず戦おう。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。仕事だ。行きますか。支援感謝します。戦いの空気苦手だ。
警戒が必要だ。自慢にもならん。これで任務が続きます。情けない。仕掛けが施された床があるようです。注意を払うべきですね。仕事だ。火の精霊、加護感謝します。さすがだ。私も負けてはいられん。様のため。見事な動き、敬服です。手伝いますか。策を披露しよう。この程度では満足できないな。地獄で寝てろ。ありがとう。
し、遅れ取りません。完全に習得できたかな。耐えられるかしら。自慢にもならん。これで任務が嫌。心燃やします。私に挑んだのが間違いだったな。
まあ勝てたからいいか。つまらん任務だ。私の味方なのだよ。大事。おかしな器具ですね。動かせるようですが。やはり来たか。ここで朽ち果てるがいい。花にはトゲがあるのよ。
花にはトゲがあるのよ。上がりました。てや、目標沈黙。誇るほどの敵ではありません。柄じゃないんだけどな。
先生、奇襲、有利を思います。焦らず戦おう。さあ、仕事だ。舞台に上がるより緊張するわね。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。行きますか。負けたらダメ。やられるのは嫌だろうね。
ここは引いてもらうとしますか。貴様の指図は受けん。この策をかわせますかな。強くなろう。現れるつもりみたいだけど面倒。フレンたちは無事か。今は二人を連れて早くここを出るぞ。敵も消え失せましたしな。上へ運ぶことにしましょう。脈拍が弱め、顔色は少し悪いけど貧血かな。命に別状はなさそうだ。フレン、無事に見つかったのね。肝心な時に不在とはな。そこの隠し通路の先にいたのだ。犯人は死神騎士ともう一人、遠帝とかいうのがいたが逃げられたよ。フレンの保護が最優先だもの。仕方ないわ。そうよね、先生。我々は保護した二人を医務室へ運びます。先生はセテス殿に報告をお願いしますよ。とにかくフレンが無事でよかった。もう一人が誰なのか気になるけど、今の先生の笑顔よね。嬉しそう。先生のそんな顔初めて見たわ。さあセテス殿の元へ早く。吉報を待ち望んでいるはずよ。改めて礼を言う。おかげでフレンが無事に戻った。どれだけ感謝の言葉を並べても足りない。私にとって君は大恩人だ。ああ、もちろん生徒たちにも後で礼を言っておこう。女神最短の儀で姿を消した仮面の騎士が今回の実行犯、つまり死神騎士だった。
そして諸々の状況を踏まえれば、奴の正体はイエリッツァと見て間違いなかろう。さらに炎帝と呼ばれる謎の人物、彼らの真の目的は不明だ。しかし実は私には心当たりがある。おそらく敵の狙いはフレンの血だ。彼女には特別な血が流れている。とても希少で危険な血がな。フレンの血の秘密を知る敵が現れた以上、我々は大修道院を出て身を隠すしか。待ってください、お兄様。フレン、お前なぜここに。まだ安静にしていなければダメではないか。私、嫌です。また人里離れた土地で誰にも会えず寂しく暮らすなんて。ここに留まればまた襲われるかもしれん。それならば兄と二人つつましくのどかに。ですがどこかに隠れて暮らしたとしても見つからない保証なんてありませんわ。それなら先生や騎士団の方々がいる大衆動員にいた方が安全だと思いますの。それはそうかもしれんが。そうですわ。私を先生の学級の生徒にしてくださらなくて。先生もそう思われます？なんて嬉しいのでしょう。こんな先生が近くにいてくだされば、たとえどんな敵が現れても安心できますわ。なるほど、そうかもしれんな。私は立場上これまで君を厳しく評してきた。しかし今は君を頼もしく思っている。どうだろう、フレンのことを頼めないか。フレンが助かってよかったの。もう一人の小娘はどうなんじゃろうな。あれもミナリからして士官学校の生徒のようだったが、何者じゃ。ご苦労様でした。あなたの学級に協力を頼んで正解でした。マヌエラもフレンも、そしてモニカも順調に回復していると聞いています。今回フレンと共に保護されたモニカも士官学校の生徒なのですが。実を言うと彼女は去年の生徒なのだ。ちょうど卒業の時期に行方をくらましてな。そのため大修道院内ではなく授業への期間中に失踪したのだと考えられていた。それがまさかこんな形で発見されるとは。モニカ本人の希望もあり、体力が回復次第本年度のアドラークラッセに復帰させる予定です。犯人が逃走中である以上、この件については引き続き調査と警戒が必要ですが、生徒たちには気持ちを切り替えてもらわねばなりません。来節はいよいよグロンダーズ呪術戦が催されますからな。生徒たちにとっては一生の思い出となる大切な催しです。生徒たちが全力で呪術戦に臨めるよう導いてあげてください。翌節はグロンダーズか。あっちの方には行ったことがなかったな。帝国も西の方じゃゴタゴタしてるが、都のアンバルから東は安定。いや、少し前に貴族の内乱があったか。まあ大した話じゃねえ。任務また任務だ。教団はいつだって人使いが荒いが、それよりも気になるのは何者かが俺たちの近くで暗躍してるってことだよ。女神最短の儀以降、ガルグマクの周辺でもそれ以外でも変な連中が目撃されてる。怪しい奴を調べてた騎士が死体で発見されるなんて事件も起こった。ないとは思うが、俺に万一のことがあればこの部屋の中を探ってくれ。棚の裏とかな。お前宛てのものを残しておく。
そんな真顔でうなずくなって。万一の話だ、万一の。いや、お前が真顔なのはいつも通りか。白雲の章、飛竜の説、樹地氏の野。天に轟く声で飛竜の群れが鳴き合うと、澄み切った空を裂いて越冬のため南へと去ってゆく。その勇壮な姿を遠く見上げながら、子供たちは冬支度を手伝う。木々に分け入っては薪を集め、川に糸を垂らしては魚を釣り上げて。先生、グロンダーズ樹脂師船についてはもう大司教殿から聞いているわよね。先生、まあいいわ。私も人づてに聞いた話だけれど、説明してあげる。グロンダーズ樹脂師船は、言ってしまえば毎年恒例の大規模な学級対抗戦よ。以前胎児の説に行った学級対抗戦とは比較できぬほど大規模なものだそうで、開催の舞台はガルグマグ南東の帝国領、広大なグロンダーズ平原とのことですな。最も多くの相手を倒した学級が勝利する三つどもえ戦よ。もちろん教師も一緒に戦うことになっているのだけれど、今年はマヌエラ先生が大事を取って参加を見合わせるようでしてね。積年の公敵士が休むなら我が輩のと、ハンネマン先生も参加を見送るそうですよ。気を使わなくていいのよ先生、あなたは生徒と一緒に楽しんでちょうだい。おや、マヌエラ先生、傷の方はもうよろしいので？あなたたちのおかげでね。でも無理をして倒れでもしたらみんなに悪いから。我々は不参加とするよ。だからといって簡単に勝てると思わないでくれたまえ。その通りよ。この数節私たちも生徒をみっちり鍛えてきたんだもの。生徒に教えるべきことは全て教えてある。遠慮は無用、全力で挑んできたまえ。
。